チタイムにホッと一息心のオアシスヒルジャズクラブスタートいたします。わー今日は、一番町にあるミュージックスペースプレイスプレイス、プレイスルーツ、のハーヤンこと林ひろきくんのところに来ています。わーお願いします。もう林くんはその私の憧れ以外の何者でもないない本当に本当にです。林くんってないものから生み出したりとかするじゃないですか。そんなことしてました。いやいやその印象が強くて、だから常にそのなんていうの、その妄想妄想というか、なんでこうこれをこう生み出すに至ったんだろうかとかって、いや最近の話だとその例えばお正月にみんなで新年これからどうしていこうかって言ってみんなで集まった時に、森の中のできれば渓谷でなんかやれたらいいなっていう話をなんかされてたじゃないですか。もうなんかそういう想像力ってどこから来るんだろうと思って。そうなんでしょうね。ね、ポンって降ってくるの。好きなんでしょうね。その妄想するのが。ああ、一人で妄想してるの大好きなの。ニヤニヤして。まあ今ちょっとコロナの影響で私も林くんもポキッとなんかこういろんなやる気をそがれてしまって、なかなかこう復活できないでいるんだけども、でもそんな中でもこの 2,3 年の間に、やれる時にはやれることをこう、例えばハーヤンチャンネルを立ち上げて、ここのスタジオがちょうどコロナが入る始まりぐらいのところに、そうです ね、だったんですよね。コロナと一緒に始まったスタジオ本当にでもすごく居心地がいいスタジオで、みんながここに集まる、そういう意味でミュージックプレイスっていうことなのかな。そう、ここからなんかいろんな音楽ができていったらいいなっていう、あの意味を込めて、奥口文ちゃんがつけてくれたんですよ。本当？僕が考えてたのは、Sトーンスタジオとって考えた。ちょっとなんか、ピンとこないよね。S パルみたいな。S スタイルみたいな感じで、S トーンスタジオとか考えてたんですけど、文ちゃんに、あ、言ったら、この名前どうでしょうか、ポンって挙げてもらって、それだねって。文ちさんのそのネーミングのセンスってすごいですよね。いや、もう彼女はもうセンスの塊ね、ほんとね、そうですよ、かまったりで、そう、で、その林くんが数々その企画をしているイベントたくさんあるんですけど、あのいつも私が驚かされるのは、その音楽っていうジャンルにいろんなものをこう巻き込んでいく力というか、例えばその前回やったジャーニー・トゥ・ジャズ、あの林ひろきくんのビッグバンドに私は駒の一つとして出させていただいてるんですけど。おっしゃるんですか。いやいやいや、何ですか駒って。持ち駒の一つとして、いやいや本当にありがたいんですよ。もう毎回すごい毎回すごい楽しみなんですけど、その今回に日本にまあ回帰していくというか、日本をジャズで表現しよう、例えば日本の曲にジャズのコードをつけるっていうのは誰でも考えつくんだけど、林くんはまたちょっと違った視点ですよね。うん、そうなんですかね。うん、なんかそのに日本ジャズっていう要素を引っ張ってきたのも、新しい日本の音楽とジャズのなんかあり方みたいな風な感じがして、あとはまあもちろんそのどこでつながったのか、三味線のプレイヤーさんとか和太鼓の方とか、なんかなのにそこにヒップホップのダンサーさんが入ったりとかして、すごく発想が豊かで、なんかもともとそれ、あのあれですか、その自分がやってる音楽っていうのにいろんなものをこう結びつけて面白くしていきたいなみたいなのずっとあるんですか。ありますね、ありますっていうか、なんかいろいろ考えてみたんですけど、なんか僕中学生の頃初めて、そのザ・フューチャー・フォーマーズグループっていうバンドを結成したんですよ。フューチャーフォーマーズ、ああなるほど、もう未来を開拓していく、なんか新しい音楽をなんか作りたいって思いが中学生の頃あって、すごい中学生だね。で、中学生の単語で新しいみたいな、未来のみたいな感じで名前つけたんですよ。でもすっごいわかりやすい、すごくシンプルで、そこから多分ずっと一応そこが核としてあって、
で、なんか、なんか好きな言葉で言えば、温故知新ってあるので、うんで、やっぱりこう、新しいものを生み出すときには、うん、今まであったいろんな音楽を学んでって、うん、でそこを自分の中でミックスさせて、うん、そこから出た音楽をこうなんか作っていきたいなっていうのは漠然とあったんですよ。なんですけど、全然その自分のスキルが足りないことに年々気づき始めて、うん、いやでもその勉強熱心さ、あの例えばその私はクラシックしか、まあ、あの音楽大学行ってないんだけども、いやいやいや、結局結構今ジャズを学んであの来てる人たちがたくさんいる、その大学とかそういうところで専門学校とかで学んできたりとかしてる中で、林くんはほぼ独学であのジャズを始めて、でさらには作曲とか編曲までビッグバンドまで書くなんて人ちょっとそうそういいないんだけど、そういう勉強も結局自分で必要だからって言ってやっていって、いやいやいや、すごい、もうとにかくいつもだから冒頭に言いましたが、憧れなのはそうやってあこれが自分が学びたいなって思うものを与えられるのを待ってるんじゃなくて、どんどん自分でこう引っ張ってきて、それに必要だなって思う人とつながって仲良くなって、なんかこう学んでいくっていう姿勢が林浩樹の凄さだなと思って、まあまあ、うん、そういうの好きなんですよね。なんか知らないことを知っていくのが楽しいじゃないですか。うん、そうですね。音楽だとよりこうなんか強く出るんじゃないかなと思います。なんかそのいろんなジャンルの人たちとこうつながりがあるじゃないですか、はあはあ、でもそもそもどういうところで出会うんですか、そういう全く多ジャンルの。でもやっぱりそのつながりの上で、うん、じゃあこういう面白い人がいるよって紹介してもらって、そこからとか、うん、じゃないですかね。まあスタジオできて、うん、そこでこう例えばそのなんか使ってもらって、うん、でその時に初めてこう知り合って、うん、そういう音楽されてるんですか、あそうですか、面白いですね、で、うん、そこから広まったつながりもあるし、だからここができたおかげっていうのもいいかもしれないですね。それはそうだよね、うん、やっぱりそういう意味でミュージックプレイスなんだね。なんかそこにこう人が集まってつながっていくみたいなね、うん、なんかその和太鼓の三浦さんだったりとか、うん、あの三味線もそうなんですけど、出会ってあこういうことをやりたいなっていう企画につながっていくから、でもこういう企画をやりたいなと思ってそういう人たちを探していくっていうか、でもどっちもってわけじゃなくて、うん、まあ、あどっちもってか、どっちもちょっとずつあるんじゃないですか。なんかだから漠然と日本のそういうジャズもやってみたかったっていうのもあって、である時にそういうやっぱりミュージシャンと知り合って、うん、そしたらアスタベツなものができるかもしれないなみたいな、なんか不思議とタイミングがあったりするじゃないですか。うん、そうだね、うん、思ってるとね、待ってるとそうですよね。やっぱジャズなんだけど、ジャズの中に自分のそのインフルエンスというか、もともとある国民性みたいなのがこう匂い出るみたいなのって、やっぱりすごく面白いなと思って、うん、で、所詮残念ながらやっぱり私らは日本人で、ジャズはやっぱりそのアフリカ由来からのアメリカの音楽ってなると、どうしてもそこに行き着けない部分とかがあると、なんか日本っていうことにやっぱりこう何かエッセンスみたいなのを見出したいなとかっていうのを常に私も思ってるんだけど、単にその日本の曲をやりましたっていうんではちょっと何かが違うって思いながら、日本の曲のアレンジとかね、それこそ純子さんとかね、一緒に私のアレンジやってくださったりとかしてるんだけど、なんかこう林くんの中のその日本の音楽とジャズってどういう何かこう関係性というか、壮大テーマが壮大かな、難しいですけど、うん、なんかはっきりしたものなくて、うんうん、なんかその自分が日本の音楽聴いて、うん、ここいいなとか、うん、なんかその感動する歌のリズムとか、うん、なんかあるじゃないですか、うん、様式とか、うん、音色とか楽器とか、うん、全部別に模倣する必要はないなと思ってて、はあはあ、それをなんか元に自分のなんか今作りたい音楽をこう作るみたいな、どっちかっていうとその日本に合わせるっていうよりは自分が作りたいものに日本のエッセンスを入れるっていうスタイルかなって思ってるんですよ。なるほどね。なんかさ、そのジャニーズジャズやった時に、はい、お能をテーマにしたようなのがあったじゃないですか。でも変に能に寄せすぎるではなく、能のリズムっていうのがこうですっていうところの、あ、そういう、なるほど、まあまあ、それ邪道なのかもしれないけど、いや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 、例えば私たちが変にその知った風にしてお能をモチーフにして何かありましたってなると、ちょっと嘘になるじゃないですか、うんうんうん、結局そのそこまで知らないのに、
うん、だけどそのエッセンスをジャズに取り入れるってなるとそこはものすごくこう面白い要素になるもんね、うんうん、いやおのおと思ってびっくりしてあの時にいやそうそう洋ポンみたいなだからそれをこうなんだろうフォーカスしていろいろ見ていこうってしている視点にちょっとなんかゾワゾワしましたね。いやさすがだなと思って、かっこいいなってね思ったんですけどね。まずあれでしたね、安倍さんから来てました。林さんあの楽器大切にしてますかそう入院したんです昨日うちの楽器が。えテナーサックスがねいっぱいありますけど打撲で入院しまして。そうなんですよ。打撲そうそうしないですよね。なんかね、多分筋力弱ってるの。なんか持ち上げたらなんかこう、あってこう。え、でもなんか歩いたりとかしてません？ウォーキングとかしたり。最近はあのここに来るときなるべく電車で来るようにしてますけど、ジョギングとか最近全然してない。うんうんうん。はい、まあまあツルツルだしね。うちはね最近あの家族でダイニングテーブルがまあ結構いいダイニングテーブルなんですよ。暑くて。そこでみんなで卓球やってます。うん、楽しそう。楽しそうっすね。それがうちの父親が卓球部の顧問だったんですよ、昔。だからやたら上手くて、で最近うちの息子とかドライブかけるようになってきて。そう、二郎さんと戦った方がいい。あ、そうか。だからあの人めちゃくちゃ好きですから。しかも、その二郎さんが卓球部だった時の顧問ってうちのおじさん。確か。すごっ。びっくりしたそうです。持ってますね。いやいやいや、ジロさんにいやいや話聞いたときにそのなんだ卓球の合宿か何か行ったときに音楽雑誌ずっと読んでたなって言ってたでその話からあのところでって柳行さんってっていう話だったりとかして、いや面白いな。あとね、最近思考を踏んでます。思考って結構あ今ここでやるわけにいかないんだけど、そチャンピオンですもんね。相撲ちゃん、和田由紀さんは横綱ってイメージありますから。ジャズ界の横綱の和田由紀さんって小学生の時にその相撲大会みたいなのがあった時にすっごい大きい女の子がいて絶対負けたくなくてもううわーとかって覚えてたらその子がもう話しちゃったんですよね。で私が優勝したっていう伝説が始まってるもん。そっか、いやよく覚えてんね。覚えてますもん、強烈だから。だから大吉さんはすごいんだなと思って。このエネルギーはそうか、どすこいどすこいどすこい。仕込んでます、仕込んで、そうあの ここが痛いとか言いながら家族みんなで仕込んでるっていうね、そういう体力作りをしてます。あの腕の筋力はしっかりつけて打撲、ねね、させないようにしたいもんですね。一曲じゃあ、今あのなかなかそれぞれ活動はするけど一緒に演奏するっていうアローンな状況なんですが、次は鳴らして演奏したいなと思って。リュウ大島的な質問。
歌詞もついてるんですよね。あー、そうそう、これこれ、バナナシェイクでシェイクをしてもらいながら、あの手をつなごう、歌おうみたいな感じですよね、うん、もう本当にピースフルでね、大好きなんですよ。私の曲ですって言って演奏したいなってどうぞ思うぐらい大好きで、で今日本当はビッグバンド用に書いた曲なので、2人でしかもね、純子さん1人にこう支えてもらうのはなかなかあのしんどいのは分かりつつ、こんなあのご時世だからこそ希望を持ってということで、こんな曲を最後に演奏させていただきたいと思います。Thank you.
フルだね。本当にいい曲ですし、とにかく楽しいが溢れている。こういう曲書けるってすごいですよ。そのシンプルだけどみんながこうハッピーになれるような曲ね。うもう唯一の明るい曲なんです。もう林でも林ひろきといえばバナナシェイクっていう感じになっちゃいますけどね。本当 ね。いやー本当楽しかったです。ありがとうございます。最高のあのヒルジャズクラブになりました。もう何回もオファーして会わなくて会わなくてとかって言ってね、だったんでようやくこう、はい、あの来て。いただけるというか、まあ、私が来たんですが、そしてルーツはスタジオ利用もできますし、林くんのレッスンとかもしてますし、ということで皆さんご活用いただきたい、素晴らしい場所ですので、ぜひともぜひともなんかいっぱいハート来てますよ。今後の活動とかは今のところは特にはあれですか？あれですね、あの日曜日に秩父エリちゃんのユニットで KHB さんで、本当だ、はい、おみのくんとか来るんだよね。そうですよね、そうだそうだ、それは私たちも見ることができるんですか？確かにあのチケットピアさんとか、うん、ローソンチケットでチケット買えるって言ってたんですけど、うん、なんか限定してたんで、もしかしたら、まあ、ちょっと見てみてください。そうですね、はい、もしオンラインとかもあったら嬉しいなっていうところですけどね、うん、私は来週はね、実は、北海道に行ってきます。わー、すごい。北海道の写真家さんたちがその十勝の風景、もう本当あの方々ってもう 何日っていう、何万とこう写真撮った中でっていう、これ秀逸な1枚っていうのに即興演奏だったり、私も曲を書いたりとかして、なんと共演がですね、石井明さんですよ、ピアニスト。大丈夫か私。ということで、本当あの十勝の方に行ってまいります。帯広の方ですね、あのいっぱい美味しいもの食べていきたいなと思いますし、オンラインのライブをねやるんです。もうね、その映像、写真を映像にして載せてくださるんですけど、そのエネルギーがすごくて、私が練習して吹いてたものなんか、あ、これじゃダメだと思って、もう全身を傾けて音楽にしていかないとダメだなって思わせるような写真の数々なので、オンラインぜひあの見ていただけたら嬉しいなと思います。皆さんも北海道に旅行しに来たつもりになって、聞いていただけたら嬉しいと思います。お土産お待ちしております。お土産分かりました。白い子を見取りしたいと思います。今日のヒルジャズクラブは、ゲスト林ひろきさん、はい、ハイアンでした。ありがとうございます。そして、あの、エミジェンコさんに参加出演していただきました。どうもありがとうございました。長くなっちゃった。ごめんなさい。ありがとうございます。あ